ヘッスコロメデラ・クルーズは、ドミニカ共和国、サン・ペドロデマコリス州サンペドロデマコリス出身の、元プロ野球選手。5いは、アレックスコロメ。1996年にアマチュアフリーエージェントとして、オークランドアスレチックスと契約。2000年7月28日にトレードで、タンパベイデビルレイズへ移籍した。2001年6月21日の、タイボストンレッドソックス戦において、 メジャーデビューを果たす。マイナーリーグでは先発登板が多かったが、メジャー昇格後はリリーフとして起用され、エステバン・ジャンラとクローザーの座を争ったこともあった。2005年に右肩を痛めて2度の故障者リスト入り。2006年、開幕直後に1試合に登板しただけで解雇された。その後、ニューヨーク・ヤンキースと契約するが、メジャーでの登板はなくシーズン終了後に放出される。 2007年1月にはシントンナショナルズと契約。この年に自己最多の61試合に登板し、手薄なリリーフ陣を支えた。2008年も同じく61試合に登板したが、シーズン終了後の12月10日にナショナルズから解雇された。2009年4月9日にマイナー契約でナショナルズに復帰した。7月にディフェとなった。 ミルウォーキーブルワーズがマイナー契約で獲得したが9月6日に放出された。2010年1月10日にシアトル・マリナーズとマイナー契約を結んだが5月10日に解雇される。6月23日にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結ぶ。8月15日にテキサス・レンジャースとマイナー契約を結んだ。2011年はコロラド・ロッキーズ参加のトリプル A 級。 コロラドスプリングススカイソックスでプレーしたが、メジャー昇格には至らなかった。2012年は、メキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズでプレーした。しかし、禁止薬物の使用で50試合の出場停止処分を受けた。薬物の使用について本人は身に、覚えがないと潔白を主張している。2013年、台湾プロ野球の議題、ライノズと契約したが、 メキシカンリーグで処分を受けていたことが問題となり、開幕前に契約を解除された。同年5月18日に、中日ドラゴンズの入団テストを受け、薬物検査の結果に問題はなかったものの、総合的に判断したとの理由で、同月28日に不合格となった。2014年オフは、母国ドミニカ共和国のウィンターリーグに参加。2015年5月25日に、 独立リーグアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約したが3試合の当番で解雇となる。好調時には最高で100マイルパーアワーを掲示するフォーシームの速球と切れ味鋭いスライダーが武器。請球も徐々に良くなり、クローザー候補として毎年名前が上がる投手だがまだクローザーになれずにいる。ありがとうございます。